インターネットのオークションサイトやフリマアプリなどでは、マスクの高額転売が問題となっています。経済産業省ではオークション事業者などに対し、来月半ば頃から当面、マスクの出品を自粛するよう求めました。転売を目的とした買い占めを防ぎ、必要な人に行き渡るよう促したい考えです。来月半ばまで猶予期間を設けることで、 すでに買い占められたマスクを市場に出す狙いがあるということです。